はい、こんにちは、ちくばつかさです。今回なんですけども、おじさん図鑑。なんかね、また変なガチャになっちゃったんで、ちょっとやってきたんですけど、ラインナップは、ちょっとわかりにくいんですよね、これ。おじさんなんですよね。なんせおじさんの、なんかガチャガチャみたいで、最初はこれ、読書中のおじさん。で、酔っ払いのおじさん。で、仙人おじさん。仙人おじさん。何それ。仙人おじさん。これちょっと気になりますね。で、黄昏るおじさん。で、最後、お昼寝おじさん。まあ、おっさんですね。おっさんのガチャガチャということで。ちょっと、今日やってみたんで、早速やってみましょう。はい、パン。はい。出ましたね。これは、多分、読書のおじさんですね。読書のおじさん。ちょっと開けてみます。どうす？これ。見てください。これ多分ね、虫眼鏡ですね。虫眼鏡で、こう本読んでるんですね。おー、でも、すごいですよ。これ見てください。本もね、結構、まあ、これ字はね、さすがにこんなちっちゃいんであれなんですけど、まあ、ここまでちょっとリアルにやってくれてますね。で、これ、これ老眼じゃないんですかね。老眼ではないんですかね。これ、メガネがね、でもあるんで、これ多分老眼鏡だと思うんですけど、老眼鏡に虫メガネ、あんまりないじゃないですか。ちょっとわからないです。僕、老眼鏡かけたことないんでね、まあ、私的にね。へぇー。あ、でも結構ね、顔とかは、もうほんまに、おっさんですね。おっさんの顔です。ほんまに普通の。うん。腹見てください、腹。山下清かいでね。すごいな、これ。まあ、今回ね、一回だけちょっとね、お試しいことで一回だけやってきたんですけど、ね、結構これですね、300円でちょっと高いんでね、まあ、こう一回ちょっと、一回しかやらない、やらなかったんですけど、またこれね、ちょっと今気になったんでね、まあ、回していきます、また。うん。でね、今度狙うんはね、どれがいいかね。やっぱりね、僕ね、これはちょっと気になって仕方ないんですよ。仙人おじさんっていうのがね。だからちょっとこれを次、狙おうと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。ですね、ちょっとリクエストいただきまして、こういうガチャガチャ、面白いガチャガチャってどこに置いてあるんやっていうのをちょっとね、質問があったんですけども、結構ね、ショッピングモールとか、あとゲームセンターの前とかですね、とか行ったらね、結構こういう風な置いてあるんでいっぱい。結構ね、もうね、ここに載ってるやつあるじゃないですか。僕のこの机のね、ここにあるチラリーダーとか、とこれメイド M って言うんですけどね、あとこはこれフチコさんなんですけどね。まあ、こういうのはね、結構前に、発売されてるんでね、こういう、暇なのねって言うんですけど、この辺も。結構ね、前のやつなんで、もうないやつもあるんですけど、でももしね、そういうの、多分あったらね、すごいそれラッキーやと思うんで、もうね、シーズン過ぎてるやつなんでね。だからそういうのまめにね、そういうところに、ちょっと足を踏み入れてみるのもいいと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。今回はね、まあ、おっさんのガチャガチャいうことでね、まあ、ちょっとおっさん一人、部屋に増えました。はい。まあ、皆さんもね、まあ、もしよかったら、おじさん図鑑ですね。ちょっと300円で高いんですけども、やってみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。ちくばつかさでした。バイバーイ。